者を共同で支配する、ここから大事なんで引っ張りましょう。契約を結び、契約を結び、この共同新設分割は共同支配企業の形成と判断された。はい、これです、ね、必ずこのように問題文に書いてありますから、ね、共同支配企業の形成って、ね、判断されたって書いてありますから、これを見落とさないと思います。はい、でそこで以下の資料を参照にして共同、新設分割にかかる A 社 B 社 C 社の仕分けをしてくださいねっていうことで、レジュメの右上の方に回答用紙がありますから、ね、そこにこれから仕分けを切っていくと、ね、いうことになるわけです、ね、はい、じゃあね、説明していきますけど、今板書の方にはね、板書の方には資料の一番の一部だけ書いてあります。資料の一番ですよね。はい、したがって、まあ、今回は A 社と B 社ね、まあ、対象対象表がありますけど、 A 社と B 社があって、で、まあ、移転事業資産負債がね、まあ、24万ですよ。で B 社の方は、17万ですよということで、このね、要するに事業です、事業ね、これを移転させるってことですよ。移転させます、 C 社にね、新しく作って、で C 社から株式を発行してもらうと、でそんな新設分割のケースですね。それにあたって A 社と B 社がね、まあ、どっちが支配するかっていう話じゃなくて、契約に基づいて、まあ、お互いね、2社で C 社っていうのを支配していきましょうよっていう契約があるってことです、ね、契約ね。はい、したがってちょっと2番目見て、あと3番目か、3番目見てもらうとこうなってます。共同支配、新設分割用に取得した C 社の株式は A 社が3000で B 社が2000って言ってるんですよ、ね、だから一見するとなんか A 社が、ね、3000株だから60%持つことになるから、ね、なんか支配してるのかなと、で B 社の方が支配じゃないのかなっていうふうに感じちゃうかも分かりませんけど、そこを契約に基づいて A 社と B 社を同じようにしましょうよっていう話ですかね。これが共同支配企業の形成って言うんですか、あくまで契約っていうのがキーワードだということをしてください、ね、はい、じゃあどういうふうな、ね、イメージなのかっていうとこうなるわけですよ、ね、ちょっとあの下の方に図書きながら、一緒に図書きながら聞いてほしいんですけど、まあ、A 社と B 社が存在します。でこれから C 社を作ります。新しい C 社っていうのを作ります、はい、で C 社っていうのを作るときに C 社っていうのを作るときに、ね、A 社とB 社の、A 社と B 社の事業を移転させるわけですね。C 社イメージとしては移転させる。はい。で、24万と17万っていうね、事業資産負債が来るわけですよ。C 社の。これ新設会社ですからね、新しく作るって会社ね、はい、で、今回ちょっとね、まあ、資産負債、負債がゼロなんでゼロしますけど、ね、そうすると24万と17万足してね、41万ですか、41万41万という要するに資本金ですよ、株式発行や。41万という純資産が増えますけども、今度41万という増えた株式発行、つまり C 社株式っていうのは、はい、A 社と B 社の方に受け入れられると、そうですね、 C 社株式として、例えば C 社株式として A 社の方は24万、 B 社の方は17万受け入れられるっていう発想ですよ。イメージとしてはね、イメージ、はい、ですか。でこの時にね、この時に先ほどの表をちょっと見ていただきたいんですけど、1枚のね、レジュメの表ですけど、カッコさんの丸1の表です。処理見てください。はい、なんたらかんたらで、はい、一番最後適正な母価で計上しますよね。時価じゃなくて母価、はい、だからこの母価を持ってってんすよ、帳簿価格を持ってってますよね、時価にしてませんね、一
ですか。これ仮に買収とかだったらね、2級でやってるのは買収だったらこれ時価なんですよ。でね、備品が300万で書いてあったのが320万ってことですかね。ただ買収法だったら、ね、でもこれは共同支配企業の形成だから買収法じゃないから、つまり時価じゃないから母価で持ってくるんですよ ね、 ね、はい。ほんで貸し方にね出てくる、この純資産の部分に関してはね、まあ A 社と B 社がね引き続き支配をしますから、だから24万と17万、つまりこれと同じですよ。この金額を受け入れると、だから結局ここの部分がなくなってですね、 C 社株式に変わるって言うんですよ、イメージとしてはね。はい、まあ、この図を書いててください。でそうすると分かりやすいですから、はい。しかしね、4番目見てください。 C 社の純資産のうち、つまりこいつ C 社の純資産のうち A 社及び B 社にの株主資本相当額については、つまり41万についてはってことですよ、はい、25万は資本金として計上して残額を資本準備金としてくださいねって言ってるんで、言ってるんで、つまりここですね、ここ資本金ね、25万で、資本準備金ね、残り16万としてくださいねっていう指示があるんで、ね、指示があるんで、ね、この指示に従って仕分けをするだけです。いいですかね。これは2級の時にもねやったと思うんですけどね、2級の時は合併でしたけど、ここは資本金のね、要するに会社法が規定ありましたね、価値確保でね、原則は資本金全部、ね、で4人として半々でいいよっていう、ね、資本金と資本準備金半々でいいよっていうあの規定ね、あの規定が適用されませんでしたね、2級の時も、あそこだけは例外としてね、はい、それと同じですから、ここにやっぱり会社法適用ないんですから、ね、ここは指示に従うということね、これは2級の時の知識と一緒ですけど、はい、いいですかね。で、これを踏まえた上でね、これを踏まえた上で、それぞれ仕分けを切ってみるとどうなのかなっていうことなんですよ、書いてるでしょうね。はい、ちょっと一回自分で仕分けを切ってください。レジュメのビデオ。